60.5キロ、これから注目の10回戦が始まろうとしています。緑のトランクスが横浜光ジムの畠山孝則、こちらがメキシコホルヘ・ルイス・ロペスです。白井さん、ノンタイトル戦でこれほどの歓声を私は聞いたことがありません。いやいや本当にすごいですね。もう熱気いっていますかね、いやいやすごい。さあ第1ラウンド、畠山は4月の16日から5月の2日までフィリピンのマニラでキャンプを行ってまいりました。このキャンプではあのルイスと小泉とのスパーリング合計8ラウンドもこなしています。今回は東洋太平洋の4度目の防衛戦ではありません。ノンタイトルです。どうしても世界タイトルを取る前にメキシカンボクシングを体験しておきたかった、そういう畠山の強い希望でこの対戦が実現いたしました。メキシコボクサー相手ですから当然東洋太平洋の防衛戦となることはできません。リュートレーナーが、いやノンタイトル戦とは言っても今日の対戦相手のロペスはこれまでで一番強い、そして上手い選手ですよということを話していました。まあ、前半で決着がつくことはないだろうという話もしていたんですが、具志堅さん、このルイスの動き、ルイス・ロペスの動きを見ていかがですか。いいですね、やっぱり左のジャブ早いですね、はい、はい、ミックを振りました畠山、まあ、畠山君もコンディション良さそうですね。あの1ラウンド の, この動きは、なかなかベストで来てるんじゃないですかね。そうですね、はい、何よりも拳の痛みの不安のなくなったのが大きな材料です畠山。はい、おー、表出しています。ロペスが左の方に回っていきます。下からジャブ、下から上やって、下から OK、 おいさ、時々ちょっと高めの男性の声が聞こえていると思いますが、畠山サイドの劉和劉トレーナーにピンマイクをつけてもらっています。よいしょやってみ、よいしょやってみ、まずは畠山この第一ラウンドを見ています。左もフォローしました畠山、右サイド、今のいいな、すごいスピードですね。いいですよ、 OK やって、 OK また右です。あー、やっぱりこのロペス目がいいですね。なかなかね、目がいいこととね、ウスパンチ早いですよ。はい、世界前哨戦の相手としては申し分ないですね。なかなかね、あの目がいいしね、はい、実に体のこなしね、素晴らしいですね。畠山がちょっと自分でバランスを崩して苦笑いをしました。第1ラウンドが終わっています。マンツーマン、二人三脚で世界を目指している畠山と劉トレーナーです。2ラウンド目が始まりました。まあ、畠山自身も今日の試合は前半に決着をつけることはないでしょうと話してはいたんですが、第1ラウンドの動きを見るとあるいはという感じもいたします。左に回るから左止め、そう止め、逃げないように、うん、ロペスを左に逃がすなというリュートレーナーの声も聞こえてまいります。左ダブルはロペス止め、こっち、よいしょ、白井さん距離感もいいんじゃないですか。ミッ、まあ、両者ね、コンディションですね。畠山はもちろんね、足もいいしね、はい、スピードもあるし、この試合は見事になりますね。今畠山陣営は10月に世界へ挑戦したいということで話を進めているんですが、まさにその前哨戦として歯ごたえのある相手、勉強にもなるでしょう。大きな試合も予定の中に入っているんで、
簡単に今日の試合は終わりたくはないんだ、じっくり勉強したいということは畠山は言っています。下から上、スッ、下から上、スッ、左ダブル、よっしゃ、よっしゃ、おい、左ショートです。ミッ、来た、アパ、ビッグアパ、ビッグアパ、そう、顔前に置いてカバー。さすがにホルヘルイス・ロペスも顔面のガードをかなり固くしています。よいしょ、やって、白井さん、畠山は大味も良くなりましたね。ね、踏み込みもね、はい、非常にもう鋭くなったしね、いいですね。で、このね、反対のね、ロペスね、目がね、じーっと見てるんですよね、はい、不気味ですね。そうですね、今まで僕ら見てないですからね。で、右打ってきてもそれをうまくね、殺す技術持ってますね、はい、ロペスは。よっしゃ、よいしょ、そこで脇、右脇、よいしょ、そうそう、よっしゃ、攻撃や、攻撃、時間ないや、よっしゃ、オーケー、右ストレート、左、あー、右が入った、入った、入ったよ、もう一回右が入った、よっしゃ、どうやら畠山のラウンドになりそうです。カバヤ、小さくやね、今4つパンチが入りましたね、左、右とですね、第2ラウンドが終わっています。畠山のこちら側に龍和龍トレーナー、そして左側に片岡鶴太郎マネージャーの顔も見えています。そして関光則会長もリング上に上がっています。決めて、なんか決めて打って、お前すぐ動け、打ってすぐ動け、殴られる、うん、打ってすぐ動けという龍トレーナーのアドバイスですが、3ラウンド目が始まりました。具志堅さん、はい、畠山ここまでいかがですか。いいですね、やっぱりこの積極的に攻めていってる姿はやっぱりいいですね。それとやっぱり勇気ありますね。そういう例はどういうところに出ていますか、その勇気という部分は。やっぱり動きですよ、自信を持ってね、はい、やっぱり戦ってるんですよね。それはなかなかやっぱり勇気がないとね。また状態の動きが実にいいですね、はい、これやっぱコンディションがいいからできるもんですね。右へ落ちました、ルイス、ホセ・ルイス・ロペスです。怖いのはですね、畠山のやっぱ顎の高さですね、はい、やっぱ顎を引いてるときは安心ですけどね、やっぱ打っていくときは顎が上がるんですよ、はい、それがやっぱ一番怖いですね、まあ、それとね、ロペスはね、迎え撃ちがうまいようですね。あ、そうですか。相手が出てくる、それを迎え撃つね、はい、そのタイミングはね、なかなかいいんですよ、それはもうビデオを見た畠山自身も町のボクシングをロペスはしますねということを話しています。右下に殺した、今のワンツーいいぞ、右下に、右下にやって、中村さん、竹形さん、畠山なんですが、アッパーからストレート、はい、さすがに相手はうめえなというふうに言っているそうでね。うめえなと言ってますか。この人独特 の、 その自分で発散しながら集中力を高めていくというのが試合中も大丈夫なようでね、はい、で相手のパンチも非常に見えているし、それと小さいパンチもよく当たってるんで大丈夫だろうというセコンド陣の話がありました、はい、ボクシングはうまいですよね、確かに。そうですね、ここまでやっぱり 見たらパンチは怖くないと思います。そんなには一発のパンチはないですよね、はい、あ、ロペスのパンチが、ロペスのパンチですね、はい、中村さん、はい、対する青コーナーのホイスル、ロペス、ロペスサイド、ロペスサイドなんですが、はい、畠山の右に気をつけるという指示が出ているそうです、はい、ガードを固めて右をもらわないように、そして相手のペースにさせないように動け、こういった指示だそうです、はい、ドイアナウンサーでした。なるほど、ロペスがガードをだいぶ固めています。右ストレートは畠山、よっしゃ、ボディやってみて、ボディ、ボディ、よっしゃ、下やってみ、下、下から上、オッケー、下から上、しかしこのロペスも大きいパンチで一発を狙わない、なかなかうまいボクシングをします。オッケー、よっしゃ、手出せ、手出せ、
離れ際に右のフックを振るいました畠山。今度は右のロングです。第3ラウンド終わりました。ラウンド4。すぐ当たるんだよ。もらうんだよ。第4ラウンドです。畠山右。かなり畠山がキッとした表情に変わって追い込んでいきます。ここでね、畠山が強気になってですね、追い込んでますね。畠山ちょっとね、このラウンドは違いますよ。しきりにダッキングを繰り返している畠山。ある程度もうこれまでの9分間で相手の動きが分かったということでしょう。よいしょ、もう一気にもう一気にしないで。よいしょ、来た。よいしょ、よいしょ、ミスレート、ロペスのストレート、今のボディもいいですね。いいボディ打ちましたね。今の後ろの聞きましたよ、畠山の感じね。やはりこのロペスのボディ攻めを知ってるもんで、畠山は練習でもだいぶボディを打たせる練習をしていました。こういうところはやっぱりメキシコの選手のうまさがやっぱ出てます ね、 ね、ボディ打ちですね。リクエストね、スイングの時代のアッパーをね、ボディ、ソーラープラティックですね、感情、はい、こう打つのうまいんですよね、メキシコの選手は。動け。なるほど、リュウ・アリュウトレーナーはこれまでの対戦相手の中で一番厳しいですよと言っていましたが、これは本当でした。前哨戦の相手としては厳しいですね、白井さん。畠山自身もですね、今までのないね、こうふわっというような、ね、はい、意気込みでやってますね。それだけ相手が張ってんでしょうね。右下でやっぱもうこれは仮想世界戦といっても過言ではないでしょう。畠山の今日の対戦相手、ホルヘ・ルイス・ロペス。いや、違いないや。畠山攻撃して、よいしょ、違いないよ。よいしょ、アッパー、違いないよ。よいしょ、よいしょ、今のアッパーでもね、顎を突き上げましたね、はい、いいですよ。よいしょ、違いないよ、違いない。追い込んでいる畠山、違いない。このラウンドも残り10秒です。カバちゃんとやって、奥3点当たらない。小さく動きながら、下から上、4ラウンド目が終わりました。ラウンド5。そしてリング上は畠山貴則です。5月の24日チェ・リョンスと松本浩二の世界ジュニアライト級のタイトルマッチが釜山で行われますが、逃げるところ止め、その勝者とできれば世界タイトルマッチを行いたいという畠山陣営の希望があります。試合は第5ラウンド、このラウンドも前に出ている畠山。切ってるよ、一発じゃダメ。そう、右やったら必ず左や、大きく体を使っています畠山。右ストレート入った、もう一回右。いや、いい右ですね。コンタクトに引く、今2発3発とね、そうですね、交代しましたよ。いいパッチ打ってますけどね、畠山。どうしてもやっぱりロペスのこのブロックが上手いですね。
まあ、そういう意味でね、畠山もあんまり力んじゃうとね、はい、あれですよ、相手にはね、あのうまく迎え撃ちされた場合ね、怖いですからね。相手のルイスが、ルイス・ロペスがうまくてなかなかパンチを当てさせてもらえないだろうから、絶対に狙っちゃダメよと龍我龍トレーナーは口を酸っぱくこの畠山に言っていました。デリックショート、中村さん、土井さんどうぞ。青コーナーのロペスサイドもここまで動きは非常にいいというふうに評価しています、はい、左のボディを打てという指示が出た第4ラウンドにその左のボディを打つということですので、はい、そのロペス自体の調子もいいというふうに判断しています。なるほど、土井アナウンサーのリポートですが、セコンドの指示通りに動けている今晩のホルヘ・ルイス・ロペス、引っかかった。まあ、不気味なのはね、ちょっと打たれてもね、ええ、非常に冷静でね、ロペスはじーっと相手を見てね、反撃する、これがなかなかね、そんな聞いた風でもないんですよね。これまで19試合で16人を投げ倒してきた、左が入りました、ロング。この畠山のパンチをさほど気に留めないという感じのホルヘ・ルイス・ロペス、なんかポーカーフェイスのような感じがね、これが、ね、不気味なんですよね。いいボディを打ちます。あのアッパーはね、やっぱり怖いですね。ゼリー左だ。終了間際にいいパンチを打ちました畠山。第5ラウンドが終わりました。さあ畠山貴則はこの試合後半で決着をつけましょうと言っていましたが、その後半戦に入ります。第6ラウンド、ジャブ出せ、ジャブ。今日の畠山はペイントモーションを多用しています。手出さないと近く入ったら。中村さん、はい、竹形さん、それもですね、やっぱり右に対する恐怖心、その右の一発ロペスに対する恐怖心はやっぱあるみたい で、はい、でとにかくその打ってから動けと、ですからもうカウンターを食らうなという指示はやっぱり出てますね。はい、B スレート。ロペスは打たれ強いんじゃないですかね。そうですね、なんとなくね、タフのような感じしますね。まともに食わないんですよね、うん、表情を変えないことね。グローブ、ブロックでね、はい、少しやっぱパンチを当ててるんですよね。ブロックしてるんですよね、はい、でロペスってのはどっちかというとね、攻撃型よりねカウンターファイターかもんないですね、はい、カウンターカウンターを打つタイプかもかんないですね。デリフク、しかしこれだけの選手がメキシコのチャンピオンになったことがないというんですから、やはりメキシコのボクシング界というのは奥が深いですね。あ、それも言えますね。現在は2位ですか。そうです、はい、基本がしっかりしてますね。右ショート落ちました畠山、まあ、そういうことを考えるとアッパーを打ちます畠山。今日のこのメキシコボクサーとの対戦というのは決して将来無駄にならないでしょう。あと40秒です。畠山はですね、はい、相手が足がないですからね、はい、もう攻撃して、もう下がってまた行くとね、はい、こういう足を使いながら、攻防をすればね、楽にできるんじゃないですかね。はい、
あと10秒です。今日の畠山はよく足を使っています。6ラウンド目が終わりました。7ラウンドに入ります。畠山がちょっと左目の下が内出血してきました。今日のホルヘ・ルイス・ロペスは簡単に決着がつくという相手ではありません。ちょっと畠山が距離を取りました。左レフトアッパー。平井さん、結構いいパンチを当てているのに相手がグラッとしないというのはどういう心境でしょうね。やっぱ畠山から言うとタフなんでしょうね、非常に打たれ強いんでしょうね。しかし打つのはね、やっぱり押すようなパンチ打ってますからね、そうパンチがあるように見えないですね。あまり怖いパンチっていうのは持ってないようですね、はい、今のところね。あ、そうですか、はい、とすると畠山もうちょっと行っていいですか。いや、いいんじゃないですかね。足を小刻みに使いながらですね、で打って相手が出てきたところをカウンターするとかね、そうするとダウン、KO っていうね、結びつくんじゃないですか。中村さん、そのところはやっぱりリュウトレーナーが流行る畠山をまだ少し抑えてるという感じはありますね。まだ抑えてる、はい、とにかくそのブロックをきちんとすることと、そのウィービングを使うことはしつこく言っていますし、あとですね、今の段階では警戒していたスピード感がそれほどないんで、まとめて打つことはできるという話はしてます、はい。まさに竹方リポートでも分かるように、この試合は畠山陣営にとっては勉強の試合であります。ジャブジャブミ左右ストレート入った。畠山アイスコンビネーションです。ただしつこいですけどね、パンチそのものはないですね。だからもうあれですよ、この辺でもチャンス見たら畠山もね、コンビネーションで打ち込んでもいいんじゃないですか。そうね、やっぱりここまでもうラウンドできたらパンチ選手呼び、ね、呼び取ってると思いますけど、それ以上の強いパンチを打つっていう破壊力はないと思いますね。だからそっちで一気に攻めてほしいなと思いますね。変にね、警戒しちゃうとね、かえってダメだと思いますよね。さあ、ということは8ラウンドあたりに山がやってくるんでしょうか。さあ、残すところ3ラウンド。またリュウトレーナーの顎が上がったらダメだよという声が聞こえました。何のスポーツでもね、顎出していいスポーツないですからね、危ないんですよ。顎はいつも引かないとね。そうですね。右アッパー当たるじゃん。今のアッパー良かったですね。オッケー、そうそうそう、そうそうそう。さあ、この辺でね、ちょっとショートパンチでね、行きたいですね。チャンスを持って。今のリュウトレーナーの話の中では、さあ倒しに行けという風なはっきりしたアドバイスはありなかったですね。うん、そういうあれはなかったですね。もうこの辺で倒しに行かないと、はい、やっぱりロペスのボクシングはこれ最後までこういうペースになると思うんですよ、はい、だからやっぱり判定まで行くんじゃないかと思うんですよ、今日はもういい入ったいい。さあチャンスだ。畠山貴教最大のチャンスを迎えました。第8ラウンドまだ2分があります。そこでいってほしいね。伸びのある右ストレートでした。さあ、ここでいけるか。早く連打。相手にボクシングさせないようですね。自分のボクシングをしてほしいですけどね。切ってるよ、今。そう。よいしょ。反発しちゃダメよ。右下に。
すぐ上げ。ボディーブロー。ロペスには怖いパンチはなさそうですね。そう、これちゃんと見るんだよ、お前。よっしゃ、ちゃんと見るんだよ。デレカミ、もう一回デレカミフォローした。デレカミもう一回当たった。畠山のチャンスです。ただ打たれ強いですね。そうですね、ですよ。表情を変えません、ホルヘ・ルイス・ロペス。よっしゃ、ジャブ出してやれ。そう、ジャブ出して、ジャブ出してやれ、ジャンプ出して。中村さん、土井さん、どうぞ。青コーナーサイドですが、確かにそのパンチはもっと数は出せというふうに言っています、はい、ただ自分から追っていくという意思ではないということなんですね、はい、待ってその手数だけは多く出していて、特にボディは相手効いてるはずだから、もっともっと打っていいという指示だそうです。土井アナウンサーでした。まあ、相手の本当の怖さというのはグラブを交え合っている2人にしか分からないものがあるのかもしれません。下やって上を上がる。第8ラウンドの終盤です。違わないよ、違わない、違わないよ。よっしゃ、あのロペスの右のね、はい、クローズみたいなの怖いですね。そうですね、はい、第8ラウンド終了です。カバー上げてやれ。そう、打って気をつけ、打って、そう、打って気をつけ、打って殴られるんだよ。ジャブ出して、そうそう。畠山貴教はこの今日の試合を世界タイトルへの前哨戦と捉えています。まあ、最近は、あ、いや、入った。これはダウン、ダウンを取りました。当たりましたね。スリップもあったんでね、はい、でもグラブ当たってますからね。ルイス・ロペスはスリップをアピールしておりますが、カウントは続けられます。右のショートが入っています。ファーストダウンを取りました畠山。そうそうそう、スイッチもやって、スイッチもやって、畠山倒してみろ。右が入った。最近は日本人のボクサーが相次いで世界に挑戦して相次いで敗れ去っていますが、この畠山の場合勝つ確率はかなり高いと言われています。下からジャブ上、離れて下から上。日本人ボクサーの中で世界タイトルマッチ初めて挑戦して、そのチャンピオンベルトを巻く可能性の一番高いのはこの畠山でしょう。肩で押して右アッパー。その畠山がメキシコのホルヘ・ルイス・ロペスを迎えての全勝10回戦9ラウンド目に入っています。そう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 、ただ勝ちを求めるのではなくて内容を求めたいという強い相手を持ってまいりました畠山。細かしい、よっしゃ、ボディもやれ。上下、上下、下に上下、下に上、右上下、捕まって、右上下。畠山がじりじりっと追い詰めていきます。やっぱりここまで来たら畠山もやっぱり一発を狙ってるんですよね、これ、やっぱりどうしてもね、フラワー忍者と忍者としてね、狙いたいでしょうね。特に KO ボクサーというのはそのプレッシャーあるでしょうね。そう、これありますよね。倒さなければお客さんが満足してくれないという脅迫観念は強いでしょう。だけどこういう上手いボクサーはやっぱり詰めて連打でやっぱり倒すと。あそこに課題があるね。でこのロペスはね、強くないんですよ、はい、でもうまいんですよ。そうですね、身をね、守ることがうまいね、こういうのはやりにくいんだけど。ですから倒す相手としては最も難しい選手を迎えたわけです。右ショート。第9ラウンド終わりました。さあ、いよいよこれからラストラウンドを迎えます。
第9ラウンドに畠山貴教がこの試合最初のダウンを奪いました。さあこのシーンですが、あ、やっぱり右入ってます ね、スリップも、あ、もちろんあるんでしょうけどね、当たってますからね。やそらね、なロペスの自分の足のもつれるところでした。アッパーストレート、世界を取れ畠山貴教、次の試合は畠山、世界タイトルマッチになる可能性があります。9ラウンドまでに KO できずに剥がれそうな表情も見えます畠山。さあ残り3分間です。KO で世界戦への弾みをつけることができるかどうか畠山。しかしこのホルヘ・ルイス・ロペスのタフネスぶりを見るとこれはかなり難しいと思わざるを得ません。その困難さを乗り越えて畠山、世界へ一歩踏み出すんでしょうか。白井さん、このルイスをマットに沈めるというのは生半可なことじゃないですね。でしょうね、かなりやっぱり打たれるんでしょうね、はい。このラウンドの前のインターバル、畠山の表情にはやや焦りの色が浮かんでいました。もちろん判定まで行ってもこの畠山の勝ちは揺るがないところでありますが、 KO アーティストとしてのこの畠山の大きな美学があります。見をもらった。しかし畠山もやはり KO を狙いますので自然手数がこのラウンドは減ってきています。幅下がるんだよ、幅下がるんだよ、よっしゃ、幅下がるんだよ、よっしゃ。しかしルイス・ロペスも苦しいところです。ジャブ出して右下に、思わずホールドに行ってしまいました。追う畠山、動くロペス、ロペスは下がりながらパンチうまいですね。ねえ、なかなか相手がうまいですね。あ、ロペスもだいぶ疲れていますね。クリンチはほとんどしないというクリーンボクサーですが思わず抱え込みに行ってしまいました。さあルイス・ロペスも疲れています。相当疲れてますよ、ルイスはね。もうチャンスですよ、もう嫌になってきて来てるか分かったですね、はい。残り30秒になりました。畠山に残された時間が少なくなっていきます。残り15秒になりました。もう10カウントの KO はなくなりました。試合終了のゴングを聞いた畠山貴教、思いは複雑でしょうか。喜びよりもがっかりした表情が浮かんでいます。さあ白井さん、判定になりました、はい。まあ、ね、当然畠山の手が上がるんでしょうが振り返っていかがですか。やっぱり、ね、こうやって言いますとね、ロペスというのはね、なんか職人のような感じですね、はい。いやしかし前哨戦としては本当に嫌な相手を選んでしまったなという感じですね。具志堅さんいかがでしょうか。そうね、やっぱり ロペスのこの逃げ方、はい、ね、あの打ってくるかわし方、はい、それしかないんですよ、はい。それでボクシングをしてると思うんですよね、だから一発の倒す力はないんですけどね、はい。だけど畠山がやっぱこういうそういう上手いボクシングとやるときはね、もっとまとめて連打で攻めてほしいなと思ったね、はい。やっぱり一発にちょっと頼ったんですね。やはり判定で畠山、しかしまあ世界の中で戦っていく中ではこういう守りだけが得意な選手というのも当然いるわけですから、
これはいい勉強になったでしょうね、白井さん。いい勉強ですね。また龍我龍トレーナーと世界戦に向けて二人三脚のトレーニングが続いていきます。採点の結果聞いてみましょう。3ポイント差、9ポイント差、5ポイント差、3対0で畠山の勝ち。フルマークでないジャッジが1人いるんですが、その他の2人は畠山に100点満点をつけております。畠山の顔を見ると嬉しくない勝ち方だったようです。この2人、それでは竹畑アナウンサーにインタビューをしてもらいましょう。見事に安定で、メキシコの選手を破りました畠山選手です。ちょっと苦労しました。はい、まかったですね。まだ、まあけど長くやれてよかったです。はい、区切りの20戦目、しかもメキシコのランキングが2位、しかもワンランク上の強敵を迎えたわけなんですが、まあ、それだけやっぱり慎重にはなりましたか。やっぱカウンターになったんでちょっと怖かったですね。まあ、それにしてもうまくかわしながら自分の持ち味は少しずつは出していきましたか。そうですね、まあ、けど全体的に見て流れとかペースというかリズムはね、向こうのリズムだったと思います。はい、今ロペス選手が、そして、片岡マネージャー、今日の戦いぶりはいかがだったでしょうか。やはりね、初めてのメキシカンということで、なかなかメキシカンうまいですからね。タフでしたしね。タフでしたしね。まあでもやはりキャリア重ねるという意味ではこういう試合もやっぱ当然出てくるでしょうから、僕はもうとっても10ラウンドフルに戦っていい勉強させていただいたと思ってます。はい、さて、畠山ファンとしては秋にしかも世界へという規模が大きく湧くところなんですが、僕は知りません。知らない。それはもう関会長をはじめスタッフに任せますから、僕はもう知らない。前哨戦へということで、その、まあ、ワンステップ の、 そのメキシカンとの戦いでした。はい、まあ、とにかく長いラウンドをやれそうな相手だったんでこの相手にしたんですけど、まあ、やっぱりやりにくかったですね。まあ、けどフルラウンド、ね、戦いで本当に良かったと思います。はい、確かに本当に次に世界へという希望もあるんですが、じゃあ応援していただいた後楽園ホールのファンの皆さんにどうぞ。まあ、世界タイトルの日にちとかはまだ分からないですけど、世界タイトルやるときは前も言っているように必ず世界取りますから、期待してください。見事にデビュー20戦で勝利で飾りました畠山貴教選手でした。もちろん拍手をどうぞ。畠山貴教、ちょうどこれで20戦全勝 16KO というその勝利が伸びたという試合でありました。龍我龍トレーナーと片岡鶴太郎マネージャーに両手を挙げられて勝利の記念撮影をしているこの両者であります。さて、今の話の中でやはり相手のホルヘルイスロペスの右のカウンターが怖かったんだと、正直な印象を漏らしたこの畠山貴教選手でしたが、次回の戦い、まあ、本人は口を濁したんですが、どういう試合を白井さん期待したいですか。まあ、今言ったようにね、まあ、怖かったというより注意ね、はい、注意をしたということがね、まあ、そういうことになったんでしょうけどね。まあ、スピードといい ね、そういうコンビネーションブロー、やっぱりいいものを持ってますからね、とにかく相手がね、勝とうというよりね、10ラウンド やり通そうと、はい、これが強いんでね、今ちょっとね、倒せないんですよ。そうですね、しかし、まあ、本人も言っていたようにこの前哨戦と言ってもいいような試合で10ラウンドをフルに戦って勉強できたというのは、この畠山選手にとって次の試合の大きな勉強、そして大きな財産になるのではないでしょうか。お送りいたしました畠山貴教対ホルヘ・ルイス・ロペスの10回戦は判定で畠山貴教選手が勝ちまして、ファンの声援に応えています。今日も解説は白井義雄さんと具志堅用高さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ガッツファイティング、来月もどうぞお楽しみに。